和紙や色紙を使って切り絵でもちぎり絵でもない独自の創作活動を続けている創作貼り絵作家の渡辺淳子さん。子どもたちに想像力あふれる世界を伝えています。渡辺さんは20代前半、病気で長期入院した時に紙をちぎって貼るちぎり絵と出会いました。ちょっと長期入院することがあって、その時に病院の裏が和紙屋さんだったので、お見舞いがみんな和紙だったんですよ。で、まあちょっと使い道がなく、私すごい不吉祥なので折り紙ができなくてそれでしょうがないからちぎってたら、気がついたちぎり絵をやっていたみたいな。不器用だったという渡辺さんは、紙をちぎって作るちぎり絵とハサミを使う切り絵の要素を合わせた創作貼り絵というジャンルを生み出しました。創作貼り絵は切ったりちぎったりした材料を台紙の上に貼っていくだけのシンプルな作業で、誰でも簡単にできるのが特徴です。和紙を使ってちぎって使う作品を作るのがちぎり絵なんですけど、私のはハサミを使ったり指でちぎったりひねったり、まあ、とにかく好きなように何かに貼る、台紙に貼って作品を仕上げるっていうことなので、それで、まあ、ちょっと創作貼り絵っていう名前をつけたんですけど。創作貼り絵作家として活動を始めた渡辺さんは、日本の風景や四季を題材にした作品を数多く作りました。これらの作品は絵本のほか、テレビ番組の挿絵や DVD のジャケットなどにも使用されています。渡辺さんは創作活動をするだけでなく、子どもたちを対象に貼り絵教室も開いています。子どもたちは紙だけでなく、綿や毛糸、落ち葉などを使って自由な発想で楽しんでいます。まあ、自分の作品に入ると、とにかく集中して静かにやってくれるっていうのがちょっと驚きます、毎回。はい、子どもたちも色紙から一つの形を作り上げる過程を楽しんでいます。なんか一つの紙からなんかちぎっていって一つの大きな絵ができるところが楽しいです。ただの紙からどんどん自分で切ったりして手作り感っていうかがあるから、なんかちっちゃいところを貼ったりしてできるとすっきりするから、それが楽しい。やっぱりできたっていうその達成感と、それから自分がこんなの作れたんだっていう、こう意外な才能をみんな見つけて自信がつくみたいですね。はい、創作貼り絵は和紙を中心に身近な素材で簡単に誰にでもできます。ぜひ挑戦してみてください。好きな材料を使って流儀や形式にとらわれずに作る創作貼り絵、渡辺さんはこれからも自由な発想で楽しめる貼り絵の世界を人々に伝えていきます。